俺の名前はパク・ジョーン。泣く子も黙るあの大韓民国の大学生だ。世界に誇る大韓民国。あまり知られていないが、韓国は世界中のあらゆるものの起源なんだぜ。え？どういうことかって？例えば、日本の天皇家。あの王朝は韓国のクダラが源流なんだ。日本人はクダラ王家の血筋が天皇家に嫁いできたって言ってるらしいけど、そんなの嘘。古代の天皇はみんな韓国人だったんだぜ。ここでジョーンが言ってることの意味がわからない視聴者が大半だろう。彼が天皇家を韓国起源だというのには理由がある。それが韓国の陰謀論ともいえる韓国起源説だ。日本や世界のあらゆる地域でも他国のものを自国起源だと主張する人々はいる。その韓国バージョンが韓国起源説と言えよう。つまるところは劣等感から何でも韓国が起源だと主張する思想のことだ。さて、偉大な大韓民国の国民である俺だが、この度日本に旅行に行くことになった。はぁ、なんでこんなパクリ国家に旅行に来なきゃならないんだよ。おーほー、アーガンの国ジパング、一度来てみたかったんだ。まあ、友人の留学生であるミカエルが来たいって言ってたから仕方ないか。そんな感じで俺たちはいろんな場所を巡り、回転寿司に入ることに。わお、寿司が回ってない。ああ、新型ウイルスとか衛生面から今は注文しないと出てこないらしいよ。そうなのか、残念だ。でも注文すると、わお、レーンから寿司が流れてくる。パクリ大国の日本も考えてるよね。まあ、日本の寿司の起源は韓国にある。え、そうなの？ミカエルも韓国の海苔巻きのキンパは食べたことあるだろう。ああ、でも寿司と違って生魚は使われていないような。甘いね。あれが日本の寿司の起源なんだよ。え、このガイドブックには日本の寿司の起源は慣れ寿司だって書いてあるよ。え、なんだそれ。慣れ寿司は米と魚を発酵させたもので、東南アジアが起源って言われてる。日本には奈良時代に伝わったんだって。そんなわけないだろ、絶対にそれ嘘だから。でもネットで調べてみると江戸時代の寿司とか出てくるけど、ほら、これとか動画で当時の残ってるレシピを再現してる。お米がすっごく多いけど形は今のお寿司と似てるよね。でもキンパはそれ以前から韓国にあるんだよ。それが江戸に伝わったはずだ。いや、それがさ、キンパは日本の統治時代に巻き寿司って言われてた時期もあるんだって。あ、なんだよそれ、聞いたことないぞ。キンパの由来は諸説あるけど、日本の巻き寿司が元じゃないかって説もある。まあ、あくまで一説に過ぎないけど。なんだって。ちょっと、お寿司が韓国起源って。いや、さすがにないでしょ。なんだよ、巨人たちまで俺をバカにしやがって。俺は本当のことを言ったはずなのに。くっす、寿司が韓国起源じゃないってどういうことだよ。はあ、起源直して、ほら、お酒でも飲もう。日本酒おごるからさ。ああ、そういえば日本酒も韓国が起源って知ってるか。え、ほら、マッコリだよ、マッコリ。韓国の酒が日本酒のルーツなんだ。さすがにそれはないでしょう。なんでだ。だって日本酒はお米を発酵させたお酒だけど、マッコリはお米以外にもさつまいもやトウモロコシみたいな穀物を使うこともある。それに日本酒はアルコール度数が15から16なのに対して、マッコリは6度から8度って日本酒よりも明らかに低いんだ。さすがに日本酒とマッコリの起源は別だと思うよ。確かに言われてみれば違いしか際立たない。それにお米を発酵させたお酒はそれこそ世界中にあるからね。どのお酒がルーツというより、みんな独自の発展を遂げて今に至るんじゃないかな。じゃあ日本酒のルーツはどこにあるんだよ。日本酒のルーツはドブロクだって言われてる。ドブロクはもろみをアロゴシして作るお酒。それに対して日本酒はもろみをこして作る酒なんだ。
つまりそのもろみを越してるかどうかで違いが現れてると。そう、そういうこと。おい、ミカエル、さっきから何なんだよ。え？俺が韓国起源説を唱えるとそれを否定するようなことばっかり。お前留学生なのに韓国に恨みでもあるのか？いや、俺は本当のことしか言ってないけど、俺は逆にジョンがどうして韓国起源説にこだわるのかが謎だよ。韓国起源説って韓国が他国の文化の起源を自国に求める思想のことだろ。でも大体の起源説ってデタラメが多い。韓国の人でもくだらないデタラメだと思ってる人の方が大半だよ。なんでジョンはそんなもの信じるんだい？いや、だってネットにそう書いてあったし。でもそのネットで調べればそれが嘘だってこともすぐわかるよね。それをしないのはどうして？ジョーンと同じ韓国の人々だって寿司や日本酒の起源が韓国にあるとは思っていないと。家族にとっておきの起源説を聞かせてもバカにされることが多いよな。でもさ、起源説ってすごく気持ちいいんだよ。え？気持ちいい？他の国の文化の起源が自分たちにある、そう思えるから、なんかその国の人たちより偉くなった気がするんだ。俺って顔も並だし成績もパッとしないじゃん。でも起源説を信じることで自分が特別な人間になれたような気がしてさ、それがとっても気持ちいいんだ。俺と同じように韓国起源説を熱く信じる人たちもいる。その人たちと話し合ってるととても自信がつくし、自分の国がとても特別で優秀なんだって思えて誇らしくもなる。だから俺は韓国起源説が好きなんだ。絶対に韓国起源説は合ってるはずだ。でないとなんでこんな説があるんだ。自分たちの自尊心を満たすために事実をねじ曲げることには賛成できないな。だって韓国にだって素晴らしい独自の文化はあるだろう。どうしてそれを自信を持って世界に発信していかないんだい？キムチなんて世界に誇る料理じゃないか。 K-POP も韓流の歴史ドラマにだって面白いものはたくさんある。え、そうか。かなり随分前のドラマだけど、俺はヨングムの誓いは面白かったと思うぞ。まああれかな、ドラマで建物とか衣装とかは持ってるけどな。確かに史実通りのドラマではないけど面白いとは思う。それに今だったら Webtoon も熱いよね。そうか。なんかテンプレな漫画しかなくて俺は好きじゃないけど。でもあれって暇つぶしに見るには最高だよ。縦型だからスマホでサクッと見られるじゃん。世界観や内容は似たり寄ったりだけど、そのワンパターンさも癖になる。考えてみると俺って韓国独自の文化をあんまりちゃんと評価してないかも。確かに Webtoon も K-POP もあんまり興味ないし、自国の文化なのになんで興味が持てなかったんだろう。まあ自国の文化に興味を持てなくてもそれは好みの問題だしね。恥ずかしいことじゃないよ。韓国に誇れる文化はちゃんとある。それを堂々と自慢すればいい。何も他国の文化を自国起源なんて主張する必要ないじゃないか。でも自信持てないもんは持てないんだよ。ジョンはもっと自分の国の文化や歴史を知って好きになるべきだ。え、何それ、さっきは好みの問題とか言ってなかった？でも自国の素晴らしさを知りたかったら、まずは自国独自の文化に興味を持つべきだと思う。そこから自国の素晴らしさが見えてくるんじゃないかな。なるほど、それは目から鱗の考えだ。俺自分の国のことを好きでいるつもりでそうでなかったのかも。なんか自分の国を自尊心持ち上げるために利用してたっていうか、それってよく考えてみたら祖国に失礼な行為だよな。自国の文化に興味持たないのに他国の文化に興味持って、それを自国起源とか言い張るとか意味わからん。あ、ようやくジョーンもそう思えるようになってきた。じゃあお祝いに夕飯はキム鍋でも食べに行こうか。いや、日本に来たんだしここは日本食を食べようぜ。あ、やっと旅行っぽい会話ができる。
やっぱり他国に来たのならその国の文化を楽しまないと。そうだよね。けど帰ったら韓国の文化についてももっと勉強するよ。と興味も持たないと。確かに自国の文化を大切にするのが一番だよね。そう、他国の文化にこだわる必要なんてないんだ。